ごきげんよう、タコボンです。さてね、今回あげば、ポケットアントロス。さ、アリー世界にやってきたね。で、今回ね、初めて知ったことがあるんだけど、ここで、この世界の全体が見れるわけなんだね。ここに虫がいたり、餌があったりね、わかりやすいね。とりあえず、また敵のアリがね、湧いたんで、すべて倒していくか。やっぱり、一日ぐらい経つと、湧くんだね。こう、倒した赤アリも。よいしょ、行くぞー。いいよいよ。わー、来てる来てる。さあ、倒していって。いいよいよ。で、敵のね、この赤アリ、女王アリまで倒すと、やばい。あ。さあ、巣の中までやってきましたよ。女王アリまでもう少しだ。いぞいぞやってしまうんだ。さあ見えてきたね。うわ、まだまだいる。よし。なんか出待ちしてんだけど、ここ。さあ、倒していって。女王アリ、やるか。おっと待ってね。まだいたか。さあ、集まれ。いいぞ。かかれー。来た来た。さあ、まずは、この小アリを倒して。そして、女王アリというね、順番で食べていきましょうか。デザートは最後だね、やっぱ。美味しいものは最後に残しといて、生きよう。さあ、かかれー。むしゃむしゃ食ってますね。そして卵が、地味に踊ってるのが草だな。さあ、もうちょいだね。よし。これ倒したと。オッケー。あ、下のやつもこれ倒されるんだね。もう女王アリ倒したら、小アリも一斉にやられるって感じか。で、女王アリを倒すとね、このピンクのフェルモンスっていうのがもらえるんでね。とりあえずまずはね、クモを倒していこう。さあ、で、実はね、このクモ、仲間にすることもできるんでね。早速今回は仲間にしていこうと思います。さあ、まずはね、弱らせよう。頑張れー。大丈夫だよ。仲間にして一生働かせるからね。クモよ、もう少しだな。おし、これ倒すか、仲間にするか選べるんで、今回はね、仲間にしよう。さあ、これで、クモの、この死骸はないね、今回。これで仲間になったかな?ちょっと巣の様子見てみよう。一応ね、あ、仲間になったかこれで。一応この巣の中に、クモの部屋っていうのがあるんでね、ここ。ここにはクモがいないか。あ、でもここにクモが、なんかセットされたね。これが仲間になったってことか。なんか出てくるのかな。で、これはフェルモン3つ使うことによって、新しい敵が現れたのかな?いたいた。今度カマキリだね。よし。じゃあカマキリも仲間にしてみるか。さあみんな集まれ。カマキリの場所へ向かうぞ。さあ見えてきたね。もう少しだ。いたいた。カマには気をつけろみんな。さあ、行け。いいぞいいぞ。食らいつくね。よし。あとは見と。なにー狙ってた。さあ、もう一度、いよいよ。よし、もう大丈夫かな。こっち見てたら、狙ってるっていうことなんだね。あとは仲間に任せるか。もう少しだよ。いやー、このカマキリはね、僕を倒すほどの強さが持ってるから、これは仲間にしたいところだな。よし、仲間にするか。これでクモとカマキリになったね。じゃあね、バトルをやっていきましょう。さあ、ここでね、使えるみたいなんだよね。さっき捕まえた。あ、これか。カマキリ。ここで、お、現れたぞ。よっしゃ。このアリの群れに一匹のカマキリが。さあ、かかれー。いいね、いいね。
さあ、これはものすごい強い戦力だぞ。中に入り込んで、さあ、上位までやっていきましょうか。いくぞ。おっと、餌を取りに来たアリたちもやってきた。さあ、帰ったら、敵のアリがうじゃうじゃいるっていうこの恐怖ね。しかもカマキリも一匹いるし。いいぞ。何？敵も、カマキリとクモ勝ってんな。やるか。さあ、やれい。あっ、やばい。壊れてる。カマキリ、おい、働けカマキリ。カマキリどうした？待て、やばい、死んじゃった。急いで帰るんだ。あ、カマキリまだ生きてるか。アリはだいぶやられちゃったな。いや、おお。この土の上乗ってるよ。いや、でもこの数はちょっと待て。この数無理があるな。これは、終わったな。どうも、タコッポノでーす。さて、あれから、またさらにね、やり込んで、増やしました。そして、強くなりました。修行してきました。とりあえず、あれはね、今全部で162匹まで増やしましたね。さあみんな、どんどん働け。さあちょっとね、いろいろ作業してたら夜になっちゃったんだけど、とりあえず、クモ3匹、カマキリ3匹、捕まえましたね。なんで、これでね、ちょっと、戦いに挑んでいこうと思います。さあ、バトルで戦おう。始まった。まずはこの6匹を全部出すというね。さあ、来た。一応これ使っても、なくならないんでね。どんどんこれ使っていこう。さ、早速、クモ。星2つついてんね。なんか、強くなるのかな？レベルアップしたりして。まあ、今僕のね、飼ってる虫たちは星1なんだけど。よしよし。さあ、まず外にいるこいつらを倒してもらって、いいぞ。お、ちょっと、やばいな。クモの体力が。よし、でも大丈夫だ。もう少し。よし。片付いたかな？それじゃ中に入るか。行くぞ、みんな。さあ、何？星3つのカマキリ。え、どうやってこれ星3つとか手に入れるんだろう。星1つしかね、今のところ手に入ってないんだけどね。よーし、でも倒していってるぞ。いいぞ。この数だから。何？待て。おつけみな。一旦集まれ。敵のこの数。しかもいろんな虫がいるし、サソリまでいる。うわ。あのね、ゴミ虫が強いんだよね。これはどうする？よいしょってやって、一気にやるの厳しいな。来た。わっつ。いいぞ。一匹来た。オッケー倒した。サソリ倒した。一匹ずつ、連れていく作戦でいくか。さあ来い。あ、来た。あーし、やられたか。早い。やばいな。大丈夫だ。復活はできる。ただ制限時間もあるんで、残り1分で終わらせないといけないな。さあ、行くぞ。さすがにこれ、一気に相手するのは厳しいな。一匹ずつ戦いたいんだけど、こっちに来ないか。もうやるしかないか、これ。時間もないし。さあ、やれ、いいぞ。これは、どうなってんだ？やばい、減ってる。アリの数が。で、アタックで。何？やられてた。やばい。急げ。残りどれぐらいだ？だいぶ減っちゃったね。まだ、アリがいた。倒しとこう。よし。ただ、ここでちょっと時間もなくなってきちゃったか。まあ、ここまでだね。あー、でももう少しだったのか。タイムアップ。さあ、今回は 74% まで
敵の数を減らすということで、まあもう少しだったね、100% まで。で、このね、バトルに勝ったりすると、これはね、このポイントが増えるみたいだね。まあ僕は1043なんだけど、まあランキング1位とか見てみると、まあ1位とかだと2472ポイントもあるんだね。なんとかランキング上位目指したいね。まあといった感じなので、アリもどんどん増やしながら、まあ仲間になってくれるクモとかカマキリとかね。まあ他にもいろんな虫とか仲間にしていきたいね。まあ強くしていこうと思います。それじゃ、バイバイ。